人と人とのインタラクションの分析のために視線がどの身体部位に集まるかを可視化することは重要ですヒートマップを2次元の人物画像上に重ね合わせることが一般的ですが画像間で被写体の姿勢が異なると視線が集まる領域を単純に比較することは難しい課題がありますそこで3次元の人体モデルを用いることで被写体の姿勢に依存することなく視線が集まる領域を表現することができます